今回は墨田区の心霊スポット琴戸橋近くのトンネルに行ってきました。琴戸橋の墨田区側には橋下にトンネルがあります。琴戸橋同様、幽霊の目撃談があるらしいので行ってきました。琴戸橋は心霊スポットとして有名です。琴戸橋は戦争の悲惨さがわかる場所です。太平洋戦争末期の昭和20年3月10日午前0時過ぎに、台東区や墨田区など東京都区部東部地区の下町を目標として325機の B-29 アメリカ陸軍戦略爆撃による大規模空襲が行われました。焼夷弾による無差別爆撃は木造家屋が密集していた下町を焼き尽くし、日本側は民間人に約10万人と言われる死者を出すことになりました。空襲時、琴戸橋を渡って墨田区側に行けば助かると考えた台東区の住民と、同じように台東区側に行けば助かると考えた墨田区の住民が琴戸橋町でぶつかってしまい、橋上で身動きが取れなくなったところに焼夷弾を受けて、たくさんの住民が焼け死に、または橋の欄干から隅田川に身を踊らせました。まだ冬の寒さが残る3月上旬の深夜の川の冷たさに凍死溺死する人が続出。翌朝の隅田川は遺体で埋め尽くされていたといいます。琴戸橋の下にあるこのトンネルにも空襲の死者の霊が現ると言われています。それよりもホームレスの方がいる地帯なので、迷惑をかけないように気をつけましょう。台東区側の墨田公園とは打って変わって、墨田区側は薄暗く不気味な雰囲気を醸し出しています。トンネルも道路側の橋下にあるものと、先ほどの公園内にあるトンネルの2箇所あるようです。
琴戸橋近くには牛島神社があります。上巻年間859年から879年頃、慈覚大師が一掃庵でスサノオノミコトの権限である叔父に会い、牛御前と呼ぶようになったと伝えられ、かつては隅田公園北側にあったのが、公園の工事のため昭和7年に現在の場所に移ったようです。本所の総鎮守として知られ、9月15日には例大祭が催されているようです。境内の撫で牛は自分の悪い部分と牛と同じ部分を撫でると病が治るという信仰で、肉体だけではなく心も治るという心身回遊の祈願物として有名らしいです。他にも本殿前には全国的に珍しい三輪鳥居と駒牛があります。隅田公園も台東区側と墨田区側では雰囲気が一変します。勝手な体感、急激に治安が悪くなった気がします。いろんな意味で身の危険を感じ、周りへの警戒をかなり強めて散策しました。怖い人たちがベンチに座ってタバコ吸ってたので、とっとと退散しようと思います。いや、人通りが結構あるのによくあんな変な人たちが。動画のご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。びっくりさせられました。